しいです。私は7歳の時からパラリンピックを目指し始めたのですが、目指し出した初めの頃は、まあ、まだ小学生だったんですけど、小学校で将来の夢とかを聞かれて、パラリンピックの水泳選手になることが夢って言っても、誰もパラリンピックを知らない状態で、オリンピックは一般の人が出るもので、とか、すごく馬鹿にされたりしたこともありました。で、小学校6年生の頃には、日本選手権などで優勝することもあったのですが、周りには全くおめでとうの言葉もかけてもらったことはなかったですし、もしこれが両腕両足のある選手が全国で優勝したら全然話が違ったんだろうなってずっと悔しい思いでいっぱいで、でもその悔しい思いを水泳にずっとぶつけてここまでやってきました。でそんなことを思い出していると、今日こうやってたくさんの方が集まってくださってお祝いしてくださって、まあ、私はこれからなんですけど、でも、なんか12年で変わったなというか、嬉しいです。高校3年生の時に大学どこにしようかなってずっと考えていて、初めは普通に勉強で京都の大学に行こうと思っていたんですが、高校3年の時に出場した国際大会で初めて世界ランキングで名前しか見たことなかった選手と隣で泳いだり、その選手たちが世界新記録を更新しているのを生で見た時に、ああかっこいいなって思って、自分もこのレベルで戦えるような選手になりたいって強く思って、じゃあ大学は水泳をこう目いっぱいやれる大学に進学しようってその時決めました。大学は関西に残りたいっていう気持ちもあって、で関西の大学で水泳部が強いところって考えた時に、まあ、いくつかあったんですけど、他の大学はインカレで何位以内じゃないとダメとか、アジア大会で銀メダルを取っていたりしてもパラリンピックはダメですとか言われたりもしたんですけど、近畿大学は全然違って、山本監督に、よっしゃ一緒にパラリンピックの表彰台の真ん中を目指してやろうって言ってもらって近畿大学に決めました。入学してからは正直簡単なことばかりじゃ なかったんですけど、高校までは上下関係もなく、練習も多くて週8回、普段は週6回しか練習 してなくて、いつかタイムが出るからって言われ続けて、練習に励んで臨んだ選考会で、やっと4秒6くらい、大ベストが出せて、リオデジャネイロの出場権を獲得することができました。3月の選考会では地元の京都からたくさんのマミも含めてたくさんの応援団が駆けつけてくれたり、水上競技部のみんなもサプライズで応援に来てくれたりして、1年の時に水上競技部では先輩から応援を習うんですけど、私は大学の試合に出場することがないので応援の練習だけして、実際に応援をしたりとかされたりっていうことはなくて、でもいつか練習した応援の中で自分も泳いでみたいってずっと思っていて、その夢が選考会で叶いました。それまでは自分はインカレとかカンカレとかに出場することもできないし、チーム目標であるインカレ男女シード権獲得っていうものに貢献は直接できなくて、この水泳部にとって自分は邪魔なんじゃないかとか、思った時期もあったんですけど、
も選考会でみんなが応援してくれる中で降りた時に、あ、ここまでやってきて本当に良かったなって思いましたし、応援ってすごいなって思いました。選考会で何より嬉しかったのは、私のレースを見てくれたのももちろん嬉しかったんですけど、パラリンピックの水泳のレースっていうのをいつも練習してるチームメイトが生で見て、そのパラリンピックっていうもの自体に興味を示してくれたのが本当に嬉しかったです。何言おうかな。もちろん私一人ではここまでやってこれなかったですし、たくさんの人の支えがあってここまでやってくることができました。近畿大学に入ってからはサポートしてくださる方も本当に今まで以上に増えて、中村ブレイスさんだったりとか、数え切れないんですけど、本当に自分の可能性がぐんと広がった気がします。こうしてたくさんの方に応援していただいて、初めて出場するパラリンピックなんですけれども、個人種目は6種目と、あとリレー2種目の合計8種目に出場予定です。個人種目は 50m 自由形、100m 自由形、100m バタフライ、100m 背泳ぎ、100m 平泳ぎ、200m 個人メドレーで、リレーは 100×4 の34ポイントフリーリレーとメドレーリレーに出場予定です。個人種目では全種目自己ベストを更新するというのを目標に掲げています。またリレーでは少しでもいいタイムで泳いでチームに貢献したいって思ってます。また200m 個人メドレーでは、去年の世界選手権では決勝に残ることを目標にしていて、で決勝には残ったんですけど、7位から遠く離れたベベの8位で、全然戦うっていうことができなくて、山本監督がいつもおっしゃってる肩のあおる内容を本当に痛感しました。今回はまだ今世界ランキングは13位なんですけど、本番では8位以内に食い込んで決勝に残って、そこでしっかり周りと競り泳ぎをお見せできたら最高だなと思っています。メディアの方にはメダルとか言われてるんですけど、決勝に残ったら、あいつようやったなって思っていただければ幸いです。マミン大学に入るまでもそうですけど、入ってからもうしんどい時はいつもマミンに助けられてここまでやってくることができました。 Thank you。 これからまだ本番まで60日ちょいあるので、本番の自分がしっかり落ち着いて楽しめるように、これからできる限りの準備をして本番に臨みたいと思います。オリンピックばっかりが注目されるところから、もう少しはパラリンピックも注目されるようになって、でも東京ではもっとパラリンピックが注目されるように、自分もできる限りのことをリオデジャネイロの地でやっていきたいと思いますので、ぜひパラリンピックにも皆さん注目してください。本日は本当にありがとうございました。